よく聞け、トルフィン。お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。傷つけて良いものなどどこにもいない。まったく人がいいな。俺らが決闘の作法を守ると思ったが、ちょこっと遊んでみたまでよ。嫌とは言わせねえ。アイスランドの戦士トールズの子トルフィン、我が父の剣にかけてアシュラットに決闘を申し込む。キクンは我が父の仇であるがゆえに。飽きもせず、よくもこれほどに殺し合うものだな。もはや決闘の様相ではあるまい。そなたも一刀の狩猟なら、誇りと潔さを示してみせるがいい。俺は戦士の頃のお前に出会わなくて本当に良かったと思うよ。出会い方がまずけりゃお前に殺されてたかもしれない。おい、戦士トルフィン、おい、楽しかったな。またやろうな。今度は蹴りつけような。約束だぞ。西北西から微風、波穏やか。今朝はオーディン神の機嫌がいい。出航にはいい朝だな。おはようございます。いい朝ですね。お顔洗いますか。まあそんなこと。素敵なお顔だと思いますよ。お前の親父は確かに強かった。でも甘かった。それだけのことだろう。ま、お前はただ弱いだけだな。妖務戦士団大隊長トロルのトールズ、この度の戦あなたも参戦するのです。恨んでくれていい。だがあのガキは殺す。だがあんたは生きろ。あんたの他に誰がこの500人の獣どもをまとめられるっていうんだ。ラグナルよ、よとてクヌートの身は案じておる。だが我らはバイキングの長、武勇を示さねば民は従わぬ。恐ろしい。わしの息子とは到底思えん。なぜわしのところに盗みに入ったりしたのだ。わしはどうあってもお前たちのことを仕置きせねばならんのだぞ。まったくしょうもないやつじゃ。飯時にだけ起きてきよる。恥ずかしいと思わんのか。大の男が働きもせずによくも堂々と飯が食えるもんじゃな。抜かせじじい。泥棒は夜来るもんだろ。俺たちが毎晩巡回してっから農場の平和が守られてんだよ。知らねえのか。親父の若い頃の伝説だぞ。戦闘が始まるとあっという間に自分の獲物が怪力で壊れちまうもんだからよ。なあ、やってらんねえ。たまにおとなしく手伝ってやりゃ細けえことをぐちぐちよ。ああ、やめた。やろうと思ってたけどやめた。あなた方兄弟にとってはかけがえのないものなのでしょうね。では私が戦場に立ったとして、あなたは私の背後を守ってくださいますか。当農場の経理を務める身といたしましても、少年に重罰を与えるのはどうかと考えます。両腕を切り落としては使い物になりません。貴様らに殿下の何がわかる。王宮は親子兄弟が相食らう狐の巣だ。いやいや、しかし危機心に勝るあれようですな。これはクヌート陛下、中元の宝石と形容されたマーシアが。アルネイズ、なんということだ。歩いて数日の近きにそなたたちがいようとは。クヌート陛下。ハラルド陛下のご体調思わしくございません。この一月はさらに病が進み。終わりだクソザミーゼ。雪が音をするんだ。さすがの俺でも聞き取れる範囲は狭くなる。トルフィンです。さっきはどうも。みんなギョロメって呼ぶんでそう呼んでください。わしの予言術にかかってはこんな鳥で一くらよ。本当ですか。あなたの言いつけを守らない者は天使でさえ罰せられると父ちゃんが言ってました。ねえ、君も奴隷なの。だってそんなとこで食べてるし。でもなんだか君
私と同じって感じがするから。クヌート兄様、まあ本当にイエリングにいらしてたのね。急なんですもの、驚いちゃった。ああもう、ねえ父上、どうしてうちは奴隷を買わないの。母上は体弱いんだし、私が手伝わないと。